ローピンカウントインターフェースを持つ IT8705 回スーパーアイ、オーチップ LPC バスを含む2000年代初頭の代表的なマザーボードブロックズローピンカウントバス、または LPC バスは低帯域幅のデバイスを CPU と接続するバスで IBM 互換パーソナルコンピュータで使われている。レガシーデバイスとしてはシリアルポート、パラレルポート、キーボード、マウス、 フロッピーディスクコントローラー、さらに最近ではトラステッドプラットフォームモジュールなどがある。LPC バスは物理的には PC のマザーボード上でサウスブリッジチップに接続している配線である。LPC バスは1998年インテルがインダストリースタンダードアーキテクチャーバスの代替として提案したバス企画である。この頃インテルは パーソナルコンピュータ向けに高機能化する CPU や最新インターフェース開発に事業を集中しだしており、中でもレガシーの代替である USB の普及を推進していた。しかし未だに多くのユーザーがレガシーデバイスの利用継続を望んでおり、またこの頃は周辺機器メーカーも USB の採用には消極的であった。しかしインテルは レガシーインターフェースの利用は、過渡的なものと判断し、サウスブリッジからのレガシー削減と、過渡的な代替イサバスの提供を決めた。ソフトウェアから見るとイサとよく似ているが、物理的には全く異なり、イサが 8.33MHz 動作の16ビットバスだったのに、対して、LPC バスは4倍の33、3MHz 動作でバスは逆に1、4の4ビット幅である。 LPC の利点は、信号線が7本しかない点で、常に混み合っている。最近のマザーボードにとっては、配置が容易になる。また、LPC インターフェースを採用した、集積回路は、いさ対応の同等のチップに比べてピン数が30本、ないし72本削減できる。さらに、組み込みを容易にするため、PCI バスと同じクロックレートを採用している。なお、 LPC はマザーボード上でのみの使用を前提とし、そのため LPC 用コネクタ規格が存在しない。LPC 仕様では7本の信号線が必須であり、双方向のデータ転送を行う。うち4本はアドレスとデータを頂上させて運ぶ。残る3本は制御信号用であり、特にリセットとクロックは PCI の P カーズ度及びプッシークルクと共通化できる。 使用には、オプションの6本の信号線が定義されていて、割り込み、ドマ、スリープ状態からのシステム起動、電源が切れることを、LPC 機器に知らせるといった用途に使用できる。LPC のデータ転送レートは、バスアクセスの種類に依存するが、いずれの場合も、イサより、若干高速である。m、Hz、での典型的な、I、o、転送レートは、 約2.56アンバイト S である。ありがとうございます。